はは。い、こんにちは中3数学予習講座。えまあ、えー、掃除の証、ねえーまあ、明の基本的なね段取りの仕方っていうのをやってますけれども今日はね2画がそれぞれ等しい場合の証明の仕方まあこれが一番、まあ、よく使う、えー、パターンだと思いますけれどもねさあ、えー、三角形の掃除条件3つありましたね。 3組の辺の比が全て等しい場合2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい場合そして最後が2組の角がそれぞれ等しい場合にも2つの三角形は相似になりますさあじゃあこんなふうに、えー、この問題やってみましょう DEBC 平行、BC、の時三角形 ABC 相似三角形 AD を証明します。 さあ三角形 ABC の中に BC と DE が平行になるようにこういう線を引くと。でこの時に ABC と ADE が相似であるということを証明する。まあ、段取りとしてはねどれ使ってもいいんですけど ABC と ADE2 つの三角形で角 A は完全な共通ですよね。だ絶対等しい。でどっち使ってもいいんだけど角 ABC と 角 AD はこれ平行線同位角ですから等しいですね。で、ここも当然等しいんですけれども、2つの角でもそれでいいんだと。2角がそれぞれ等しいので、えー、この2つの三角形は相似だという段取りでやっていきます。さあ、じゃあ、えっと、きちっと書いてみましょう。ね。まず三角形 ABC と三角形 ADE で、ね。さあ、DE 平行 BC より、で。 えー、まあ同位角が等しいのでって書いてもらっても構いませんけどまあ今日は書きませんさあ角 ABC ここねイコールここ角 ADE 等しいでそして角 A イコール角 A ね角 A イコール角 A って書いてもいいし角 BAC イコール d、e、ね e 共通丸に丸一丸2より2組の角がそれぞれ等しいので三角形 ABC 相似三角形 ADE と。 と言える三角形どんどんどんと三角形どんどんどんでさあ角どんどんどんイコールどんどんどん角どんどんどんイコールどんどんどんとで証拠この場合は2つでいいです位置により2組の角がそれぞれ等しいので2つの三角形は相似だというね段取りねさあじゃあ2問目角 ABC イコール角 AED の時 三三角形 A 相似三角形形 ABC、AED を証明しなさい。さあこの角 B とこの部分が等しいんだと。で相似に対応するのは ABC ですね ABC に対応するのが AED なんだと AED なんだということね。これがこれこれがこれなんですよ。さあじゃあやってみましょう。ね。段取りとしては角 A 共通ね。 角 A はもう一緒ですよね。でそして角 B と角 E が等しい。2角がそれぞれ等しい、ね。さあきちっと書いてみましょう。三角形 ABC と三角形 AED で。えー、これ仮定よりだね。角 ABC イコール角 AED。 こここことここが等しいでそして、えー、共通な角なので角 BAC イコール角ね BAC って言ったら E から角ね EAD これもちろん角 A イコール角 A でもいいんですよ。ね、で12より。 2組の角がそれぞれ等しいので三角形 ABC 相似三角形 AED と言える三角形どんどんどんと三角形どんどんどんで 角どんどんどんイコール角どんどんどん角どんどんイコール角どんどんどん1により2組の角がそれぞれ等しいので相似相似。さあ3番目これらラストです AB 平行 CD の時三角形 ABE 阿部相似三角形 CD を証明せよさあ AB 平行 CD の時三角形 ABE と三角形 CD を証明せよ ABE と CD さあ分かっているのはこれ AB と CD が平行なわけだよねだからね例えばこの角 B と角 D はこれ錯角で等しいねでまあどちらでもいいんですけどまあ対頂角使いましょうこれ対頂角で等しいもうこれだけで2角がそれぞれ等しいですよね,ねでも相似って言えるわけですさあ段取りはこんな感じで正式に書いていくとどうなるか 三角形 ABE 阿部と三角形 CDE でねさあ、えー、AB 平行 CD より角こうね ABE 阿部イコール角 CDE 丸一ね。錯覚が等しいということです。さあ、そして、体頂角より。ここね。三角形 AEB。あ、ごめん。角 AEB。これ、残念ながら、あべにならないんです。AEB イコール CED ね。A に対応するのは C で、B に対応するのは D ですから、CED です。角 CED。丸2。 1・二より2角2組の角がそれぞれ等しいので三角形 A、BE ・ B ・ E ・阿部相似三角形 C ・ D。えー、もう一回ね段取りいきましょう。 ね、この三角形とこの三角形、ね、で、えー、この角とこの角が等しいこの角とこの角が等しい二角がそれぞれ等しいのでこの二つの三角形はそうじゃう、ねえー。昔ねあの僕が教えた生徒さんでね阿部さんっていう人がいたんですよ。三人とも三人兄弟でね、でね人とも、えー、まあ女だったんですけどねもうねその子にあの教えてるとね これ三角形 ABE っていうのがねもう安倍さんって見えちゃうんですよ。うん、あのこういうことあるんですよね。僕あの,僕はの,あの国語なんかでね本文の,の内容に合っているも二2つ選びなさいっていう時にねこれねその時にね「いとう」が正しい時にあの生徒さんがね伊藤さんとかね伊藤君だとね もうどうしてもねあこれ伊藤君の「伊藤だって思っちゃうんですよね <laughs> でもね本人は意識してないんですよねあの「これ「伊藤だけど「あ俺の苗字だ」って思ったことあるって本人に聞くとねいや全くって必ず言われますねえー、まあそれはいいんですけれども、まあ、いいなと思ったらチャンンネル登録、メンバーシップお願いしますでは今日はここまでにしましょう